よろしくお願いします。そうですね、僕は正直たくさん人がいる前で会見したことがないので、前回3月の時もああいう会見は出てなくて、こういう感じでリモートで、皆さんの取材を受けたりとかしてるんで、どっちかというとこっちの方が慣れてるんじゃないかなというふうに思ってますけど、はい。そうですね、一番のポイントは各自所属クラブでやっぱり中心となって試合に出てる、っていう選手を選んできました。でそこでしっかり自分のプレーを出してる選手っていう理由で今回も選出させていただきました。代表選手に選ばれるっていうことは、それぞれみんな良さを持ってストロングなポイントを持ってきてくれると思ってます。ただそれを本当にこのオリンピックのチームの中でしっかり出してほしい。まずは出し惜しみする選手はいないと思いますけど、全てそういうものを全力で出してほしいなっていうふうに思ってます。で、もちろん代表チームのやり方コンセプトってもちろんあるので、その中でしっかりそれが出せれる選手に思い切ってプレーしてほしいなっていう。やはりオーバーエイジをどうして使うか、誰を使うかっていうところで、まずは、戦力になる、やっぱり戦力としてかなりプラスになるっていうところで僕たちも選んで、でそこの融合っていうのもスムーズに僕たちが行って、さらなる24のスケールアップにつながっていくかなっていうふうに捉えています。であとピッチ外のところでは彼らの経験値っていうのは非常に大きいと我々は思ってます。もちろんすでにオリンピック出場した選手、たちでもありますし、自分たちのクラブでそれぞれ厳しい環境の中、競争の中、ポジションを獲得してきた選手たちなので、プラスになるヒントとなるようなことをたくさん、吸収できるかなっていうふうに僕たちは思ってます。2019年かな、東京オリンピックのアフリカ予選があって、そこで、4位、結果4位で、我々の対戦相手の南アフリカと3位決定をして、PK 負けだった。そういう力のある、本来、その3チームと、遜色ない、実力のあるチームだと聞いてます。僕もアフリカのチーム、とこう対戦することももちろんありましたけど、その中で極端にスピードがあるとか、あと極端に高く飛ぶとか、言ったらもう身体能力が少しちょっと予想外な選手もやっぱり中にはいて、競り合いでもジャンプしてその上からこう来るとか、そういうことが結構多々あるので、そういうのは体感できるっていうのは非常に我々にとって大きいかなと思います。そのまんま彼の良さ、技術の高さで視野の広さで、この間のシュートのような決定力、攻撃において、彼はやっぱり人にないものを持っているので、ね、そういうのをこの代表チームでもしっかり出してほしいなと思います。我々はもう本当に時間がなくて、オリンピックのことを考えるともう時間がなくて、この2試合、大切な2試合、しかもいろんな方のご尽力でこの国際新年試合、開催していただいていること、そういうもちろん感謝の気持ちと、あとはこういう中でやれる、そのサッカーをやれる、なんていうのかな、嬉しさというか、やらしてもらえるっていう、そういう思いで、選手にはぜひ、試合に臨んでほしいと。で、そこでしっかり全力で、しかも最後まで諦めない、もう全力を出し切るようなプレーで、
皆さんに元気だったり勇気だったりをお届けできたら嬉しいなっていうふうに